日目のドライブです。晴れてます。海沿いを今行っていますが、おはぎさんは喋らん？おはぎさん？あ、喋った。はい、広島県です。広島はね、あの瀬戸内海の、昨日は行った橋、瀬戸大橋とは別の大橋がかかってますね。しまなみ海道、尾道の方ですね。スタジオから、まあ、歩いて数十秒ですごいでっかい岩、これを越えると夕焼け空が見えてきましたよ。夕焼け空が見えてきて、お寺、浄土寺と呼ばれるお寺だそうです。で、このお寺のこの向かい側にはこんな景色が待っている、尾道水道ですね。はい、すごいね。もう大きな川みたいなもんですよね。海だけど、あっちの山にある、ここにねロープウェイがあってね、こっから見る景色は有名ですけど、ちょっとネットで調べたら穴場があるって聞いたんで、こっち来てみたら正解。東西にね伸びる水道、尾道水道がしっかりと目視できるっていう意味では、ここの方がいいかもしれない。夜景もなんか出てきてちらほら綺麗ですけど、本当はね夕焼け夕暮れとともにと思ったんですけど、ちょっとのんびりお風呂入ってたら日没時間過ぎてました。まあでも空焼けてるからね、まだまだ夕焼けといえば夕焼けですね。美しい。はい、尾道水道をバックにおはぎさん、夕焼けの尾道水道をバックにおはぎ、いいんじゃないの。暗いね。まあでも夜景も綺麗らしいですね。展望台もありました。展望台から見る景色、おぼろ月な感じが出て幻想的な月ですが、パノラマで尾道水道があそこから始まって、ちょっと木に隠れてますけど、こうなってくると、まあ展望台で見るとより綺麗ですね。めっちゃいいな。夕焼け小焼け尾道水道、美しい。夜景の時間までいる？あ、ちょっと軽く見えてます。瀬戸大橋じゃないや、しまなみ海道で瀬戸内の島々点在してるっていうのもまだ見えてるね。うん、綺麗綺麗。夜景まで待つ？あと30分くらい。夜になりました。タイムラプスなんて撮ってしまって、30分以上 4,50 分いたんかな。いたらせっかくお風呂で温まった体がキンキンに今冷え切ってしまいましたが、いい景色見れたんでよーし。はい、じゃあ今日の夜はここで一泊っていう場所なんですけども、しまなみ海道です。しまなみ海道大島っていうところで一泊です。ここに道の駅があって、来島海峡大橋っ
ていう橋がね、四国今治とつながってるところのたもとをですね、そこに道の駅があるっていうんで、ここに来て、明日はここから逆走してまた尾道に戻ろうと思うんですけども、その間しまなみ海道にある島全部ね、ちょっと回ってやろうかなと思っています。猫の細道行った時に尾道の町のお土産屋さんでいろいろ買いました。で、尾道ラーメンを食べたのが3時過ぎだったので、全然まだお腹空いてないんで、ちょっと今日は食事をしっかり作るってよりかは、そのお土産屋さんで買ったお土産で、つまみを結構買ったので、そんなのつまみながら今晩は過ごそうと思うので、料理パートなしです。今おはぎさんはめっちゃご飯食べてますけどね、はい、食べ方汚いなはい、ということで買ったものなんですけども、まずビールから。まずね、尾道あずみブルワリーってとこで作ってるペールエールですね。ちょっとこれ瓶が大きくて買うか買わないか迷ったんですけど、まあ一期一会ってことで買ってしまいましたが、尾道爆酒、尾道爆酒、はい、これね、はい、これも今日の晩酌です。でもう一本買った、今日はビール祭り。これはね、四国愛媛県今治の、今治か違う、四国中央だな、とりあえず愛媛県のビールなんですけど、ここせっかくしまなみ海道なので、しまなみ IPA ってやつね。 IPA だからちょっと苦いんじゃないかな、はい、っていう3本を晩酌にして、で、夜のお供はですね、八朔大福っていうのを買いました。おやつですけどね、中に八朔が入ってる大福で、いちご大福の八朔バージョンみたいな感じなんだと思うんですけど、白あんの中に八朔が入ってるっていう感じね。うん、フレッシュなやつだね。甘露煮とかじゃないですね。猫カップっていうね、おやつ、まあお土産品だと思うんですけど買っちゃいました。これクッキーなんですけど、イラストにあるみたいに、これクッキーの形がコーヒーカップに引っかかるようにデザインされてるらしいんですね。なんでちょっと面白いなと思って買っちゃいました。後で開けてみます。じゃあ猫カップって、これ蓋開けたらこんな感じで個包装になってて、ちょっとおはぎさん、おはぎさん、これ開けるとこういうデザインなんですね。食べちゃダメだよこれチョコレートだからね、あんま良くないよ。うん、でここのこの部分ですね、ここのここのフックのところをコーヒーカップなりティーカップなりに引っ掛けて可愛いねってやるっていう、そういうものらしいです。こういうことですね。ビールにかけちゃったけどへー。それからこれですね、広島といったらやっぱ牡蠣食べなきゃってことで、まあここは今愛媛県ですけども、まあ広島ってことで、広島牡蠣の塩レモン鍋缶っていうね、ちょっと情報量が多すぎる名前ですけど、もう一個買ったの忘れてました。この可愛いデザインのおはぎさんがデザインされてるキャンディーって書いてますけど、これ紅茶ですね。尾道紅茶ってなんかね、尾道ではすごく有名なんですって。知らなかったんですけど、もう中の紅茶はよりもこの外側の缶のデザインがお目当てで買っちゃったみたいなとこあるんですけど、これね、紅茶茶葉らしいんでね、フィルターとかないんだよな。どうやって出そうかなまあちょっと考えますわ。可愛いでしょこのデザイン。この缶でなんかいろいろしたいっていうのを買って、今日はもうお腹もともとちょっとお昼が遅かったんでいっぱいなんで、終わりにしたいと思います。じゃあ明日はですね、しまなみ海道をひたすら巡る旅にしようと思ってますので、これにて終わり。おやすみなさい。おはぎ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 。ダメだ。もうご飯に夢中。ということで、終わりでーす。